時代のため美しき旋律を奏でましょう。書くかよ。この剣をどう落とす？赤壁で我らは呉に大勝、戦力を大幅に削ぐことに成功しました。結果呉は主戦派と降伏派に割れています。まずはこの降伏派の者に接触しましょう。うまくやれば互いに争わせもできような。ただ貨幣での奇襲や罠が考えられます。その類に警戒して進めば問題ないでしょう。窮鼠猫を噛むとも言います。くれぐれも油断なさいませんよ。わかった。何かあればお前から策を発せよ。では行くぞ。孫悟の名数ここに立ってくれん。さあ城にこもる孫悟を追い詰めようか。まず二手に正門を目指そう。長江殿、西分岐殿は南側を制圧、長領殿と天井殿は西側から進軍。頼んだよ。悲しき乱世の終焉までもう少し。今私たちにできることをしましょう。私にできることは美しき戦のみ。長州がこの戦を勝利で飾りましょう。以上は持たぬか。ちょうどいい。我が知略慣れさせてもらおうか。見事なものだね。見ているだけで楽しくなってくる。わしゃ負けらんねえってのによ。
そろそろ限界か。これも俺の甘さゆえ。やすとはくれてやらんぞ。石壁では苦杯をなめたな。大負け。後ろは渡さんぞ。楽しくなってくる。
熟した。今こそ千景を討ち、総統を制するのだ。赤壁で戦うなど反対だったのだ。曹操殿よ、私はそちらに下ろう。呉の強順派がこちらに下ったようだね。他にも同じような人がいるんじゃないか。彼らも全員こちらに帰順させられるから、そうすれば敵の士気は相当下がるはずだ。我らは戦うなと言ったのだが、殿は。元より勝ち目のない戦、そちらに下ろう。次にお会いしたときはこうはいきませんよ。敵将討ち取りました。これも定め。見事なものだね。見ているだけで楽しくなってくる。これも定め。散ってください。終わりです。敵の奇襲は防いだ。遠慮時に戻って侵入を続けようか。なんだ、床から何か飛び出てくるぞ。赤壁での屈辱そそがせてもらう。葬儀の将兵、この剣業に散るがいい。この仕掛け、放っておいては危険ですね。早急に周瑜殿を倒し、停止させましょう。
でするものだ。見知るがよい。これも待ってくれ。私は最初から逆らうつもりはなかった。かような失態を演じるとはお恥ずかしい限り。おお、素晴らしいご活躍。大打撃だろうね。おお、お救いくださるか。命拾いしましたぞ。これが魂の戦術です。重臣たちがこれほど早々に下るとは。これも私の不徳と不明ゆえか。私の負けだ。そうそう、孫悟は今日この時をもって義に下る。孫悟はここに下り、後藤は我がものとなった。残るは龍、奴を討ち、波動を完遂する。